さあトライアフブースですよ、モーターサイクルショー速報2024、はい、毎年台車はトライアフだけ、はい、そうですね、好きだから撮って撮ってるっていうね。スピード400ですね、これね。乗りましたね、はい、これ乗りましたね。しかもなんかちょっとそれっぽいカラーですね、これね、うん、さあどんどん見ていきましょう。だからおむつかぶってるのがありますよ、はい、ああ、この前、はい、デイトナ660、これは秘密なんですね、まだね、うん、何時になるの、まあ、もし間に合ったら、はい、見れたら見たいですね、はいはい、それかあの、はい、スパイワームがいたら、そうですね、もしかしたら3日間ずっとかぶったままかもしれないですからね。さあ中入ってみましょう。さあこっちがですね、スクランブラー 400X ですね。これもヘッドライトに網がついてますね。そして、キャストホイールで、はい、ちょっとダートっぽくなってですね、これね、はい、ちょっとした砂利道も走れますよ的な感じですね、はい、400でこれだったらいいですね。マフラーとかもかっこいいですよ、はい、ですね、あの黒い部分はスチールなんでしょうけど、前側はあのステンレスで、多分ですけど、ここから見るからただデザイン的にかっこいいですね。これは遅れてまだ入ってきてないですね、はい、スピード400は速かったですけど。あ、そうなんですね、これまだいないんですね、まあ、もうそろそろ入ってくるんですかね。ああ、行きました、はい、さあヘッドライトのリムがアルミですね。これちょっとすごくいいですよ、これこういうところにやられるんですよね。でちょっと車体も見ていきましょうか、じゃあ、はい、いやー上手ですよ、見てください、こういう感じ、こういうマフラーですよ、スクランブラーについててほしいのは、はい、すごいですね、このこれが確かアイデンティティですよね、これね、このバンドでタンクを固定してますみたいな。で、あとこれこれね、まあ、随所にこうアルミが、こう、まあこういうの多分腐食しやすいとは思うんですけど、ここもそうですね、はい、ただやっぱりね、こういうところですよね、すごくいいですね、はい、デイトナ660もちょっと出し惜しんでる感じですね。そうですね、後ほど来ましょうか、はい、そうですね。どうですか、なんか似合いですよ、はい、サイズ感が。あ、本当ですか。これでした、これでした。ベールは。これはあれですね、はい、これもう売ってないやつじゃないですか。そうそうそう、なくなっちゃったんですね。これすごくいいですね、うん、あのグリーン好きの私の心に深々と刺さってきますね。いいグリーンですよ、はい、この色といい、うん、このフューエルタンクの形状もいいし、まあ私みたいにこう普段から紅茶飲んでるような人間にはもうこういう感じがもう本当によく紅茶飲みますね、刺さるんですよ、はい、ブリティッシュの男なんで。さあそしてロケット3R ストームって書いてある、嵐のような感じですね、はい、これすごいですね、割とブラックアウトしてきましたね、うん、すごいじゃないですか。あのタンクの塗り分けがめちゃくちゃおしゃれですよね。あ、本当だ、はい、まずこのカラーセンスとそしてこのストライプ、うん、これがすごくいいですね。うわ、書いてるんですかね、ね、手書きですよね、これね。そしてこれ肩持ちなんですよね、リアがね、すごいタイヤがついてますけど、はあ、どっちかっていうと一度乗ってみたいで乗るバイクですよね、はあ、大変ですよこんなバイク。はあ、意外と乗りやすいんですけど ね、イメージよりは体感はできないですよね、2500。そうですね、そんな感じになっております。さあそろそろボンネビりますか。というわけでこれが違う T100、はい、こちら T120、はい、私が好きなやつですね、これね。うん、いいですね。これ、この手書きのピーストの中、今流行ってるんですか、トライアフの中で。ね、はい、入れてますね。やってますね。ちょっとこう、暗くしてきましたね、全体的に、うん、ブラック色多めになってきましたね。スチールのこれ、
今日いっぱい見たじゃないですか。そこにメーカーロゴ入れてきたのはトライアンフだけですよ。そしてあとはここブラックアウトしたんでしょうね。ブラックアウトなんだけどクロームメッキアルミですよ。この贅沢な使い方。アルミに上がります、ね、そうアルミをこれでもかと押し付けてくるほどではない感じがまたいいですね。ここもほら、まあ、スロットルボディのところここが鋳物ですよね。アルミの鋳物アルミの、磨きですよね。でここ見てください、ほら光らしたやつね、ここはね、ね、こういうところでこうやられるんですよ、私は。はい、騙されやすいので、こう彼らが絞り出してくる技に全部当たっちゃうっていうね、はい、いいですね、うん。ただ色はやっぱ向こうの方がいいですね。好みの話ですけど、はい、まあグリーンにこのなんていうんですかね、ゴールドじゃないですけどブロンズ？的な色を合わせてきてますね、これね。で、これいいですね、これも今黒いところにこんな銀のフェンダーステイをつけてみたりとか、うん、ざわざわしてきますよ。ただそのこれもいいんですけど、正直ね、色だけで言うと向こうのこれですね。見てください、これ。おお、確かにかっこいい。これ100点ですよ、これ100点ですよ。なんか暗い、そうこのマイクは100点ですよ、色は。ここにあの深いグリーンメタリック、さっき見た瞬間からこれに恋してたんですけど。なるほど、はあ、深いグリーンメタリックにね、それもあの誇張されてないメタリックですよ、うん、そこにブラックを合わせてきてて、しかもここにですね、なんかね、これもう絶妙なんですけど緑色にキラキラ光るメタリック入ってるんですよ、黒に。どうしたらいいんですか、これ満点の星空のように。こういう色ってないっすよね。ないっす、うん、ここまで濃いのは。もちろん T120 の方がバイクとしてはいいんですけど、個人的にはね、うん、あのただこういうところとかもうワクワクしますね。これが嫌なんですよね、この辺のこのキー嫌なんですよね。あとこのスイッチも嫌なんですよね。そうするとあの T120 になっちゃうんですけど。なるほど。ただここはもう100点ですね。部品が欲しいですね。あ、この部品と、うん、タンクだけ置いときたい部屋に。さあスクランブラー400ですね、はい、お結構高いっすね。割とだから本当に結構スクランブラーなイメージですね、これ。似合いますか。なんかそのリュック背負ってる感が似合いますね。リュック背負ってる感が似合う。なるほど。これマフラーの細さがかっこいいですね。確かに細いですね。ああちょっとマフラーの細さがかっこいいし、ね、細さがかっこいいってどういうことって感じですけどね。なんかやっぱいいですね、デザイン的に。これぐらいで買えますからね。どういうことすごいですよね、値段が。はいはいはい、作ってるんですか。ただこれ逆転が起きてて、結局これって安いじゃないですか、言い方はあれですけど。でこれだけじゃなくて、いろんなメーカー、海外のメーカーが安いモデル大量投入してるじゃないですか、今日本に。でそうすると逆に日本車って今までその安さっていうのが売りだったわけですよね、うん、だからそれがひっくり返って日本車は今度付加価値をつけて海外に売らなきゃいけなくなるんですよ、うん、日本国内だけじゃなくて。だから結構凝った日本車、高くて凝った日本車が増えてきましたね。うん、だもしかしたら日本人が外車いっぱい乗って、外人が日本車いっぱい乗る時が来るかもしれないですね。なるほど。こういう感覚でいくと、はい、見なさいこのグースネックをグラッと出てますよ、はい、さあモーターサイクルファンタジー、はい、今日はですねトライアンフの、ブースのご紹介でした。なんかすごい楽しかったですね。